箱館競輪 F1 は2日目が終了。ガールズはスーパールーキー、中澤春香23イコール福井が危なげなく連勝を決めて3連勝での部位に大手をかけた。中澤は流れに対応できた。箱館バンクは5月のルーキーシリーズ3連勝の時より軽く感じた。積極的なレースをして力を出し切りたい。そして結果が出れば、と話した。 決勝はライバルたちも打倒中沢に集中して攻めてくる。ここを突破すれば自信になるはずだ。